どういうこと？ファンファラファンファンファン。間に合ってねえな。ちょっと待って。トラブル発生ですか？始まった感がないです。ちょっと。あ、もう続けていいんじゃないですか？はい。じゃあ続けますよ。こっちだ。おい。いい。締まりがね。ファンファラファンファンって言ってた。いい。さあ今週もびっくりなオープニングから始まりました。金曜19時におバカの4人組がお届けするラジオの中のテレビ局、映像会社エビックのびっくりラジオ。この放送は毎度おなじみバナとヒトミンとタカミとアイサイサイサンチェスでお送りいたします。今週のテーマ、はい、今週のテーマは雨にまつわる話、うん、雨雨降れ降れ母さんがじゃの目でお迎え嬉しいな、ピッチピッチチャップチャップチャップチャッチャッ、私のお母さん7年前に死んじゃったんだみたいな感じの心温まるエピソードをお待ちしております。やりすぎよ。そして月一コーナーは高見のもん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 妄想曲、今週はどんな妄想ドラマが待ち受けているのかを楽しみにどうぞ。はい、番組へのリクエスト、コメント、感想はメール avic@fmginowan.com avic@fmginowan.com までお願いします、はい、またこの放送はツイキャス、ユーストリーム、サイマル放送でもお楽しみいただけます。詳しくは FM ギノワンのホームページをご覧ください。はい、この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション、有限会社エービック、家宅解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りいたしました。あ、します。あら、終わっちゃった。放送でお届けします、はい、エイビックのエイビックリラジオ、今週のテーマは雨にまつわる話です。そして今週もプレゼント募集してます、はい、エイビックリ、間違えた、ビデオダビングのエイビックからエイビック商品券1000円分を3名様にお送りいたします。3名だよ。プレゼント希望の方は avic@fmginowan.com avic@fmginowan.com にお名前、住所、プレゼント希望と書いて送ってくださいね。はい、メールもどんどん お待ちしております。お待ちしております。はい、1週間ぶり皆さん、はい、元気でしたか？元気でしたか？早速あのツイキャスコメントたくさんいらっしゃってますね。チャレイ、ハッチーさん、始まったばっかり、ありがとうございます。か、あ、かっちゃんさん、お、確か、はい、あれですよね、あの方が名前変わったんですよね。へえ、変わったんだ、うん、なんて、でもカッコでな書いてるね。それはダメなんですか？ AKB ファンさん、うん、言っちゃったけど、あ、変わっちゃった。だって見えてますもんね。だからこれ読んでいいってことだよね。だって あっちも見えてるからいいんじゃない？そうだね、はい、はい、かっちゃん、今日からかっちゃんよろしく。お久しぶりですね。お久しぶりです。最近あの来られなかったんで心配したんですけど、うん、多分あの方がね卒業するってことでちょっと元気なかったのかなって、うん、思ってたけど、よかった、復活して。なるへそね、はい、名前出しちゃダメなの？ダメです。ボルデモート いいんだよね。でもなんかあのサザンブリーズはあの早見さんね、
はい、早見さんのことなんですけど、うん、月曜日担当であのやっていくそうで、あ、これからも、はい、あー、はい、よかったね、ああよかった最近聞けてないけどまた月曜日聞きます。そしてアリさん、アリさん、アリさん、いつ始まった？今始まりましたついさっきですよついさっきです。いや、オープニングの、ね、今です。あの始まり方びっくりしたよ、まあ、そうなるわないちょファンファラファラファラでした今まで初めてのあの楽器の使いなの。サンチェスさんパクったよね。そうそうそう、サンチェスさんの前やってたらそういうの。そうそうそう、はい、ということで、あの今日はいつもの流れと変わって、うん、まず一発目に、うん、高見のコーナーからいきたいと思います。はい、怖、はい、今日はいつもと違いますよ。なぜかというのは後ほど分かりますので、うん、ということで題してということでいきましょう。はい、はい、よ、アナザーモンモン妄想曲ドバッチ、もう一つの妄想曲でございます。ドバッチ、お、変わったね。今日は特別編です。ペンペラポン。妄想が巷にあふれかえっている昨今、皆様の妄想を一緒に構えてみませんか。私たちパーソナリティが皆様の妄想を再現する月一コーナーとなっております。というか2ヶ月ごとぐらい遅いペースですが、ペンペラポン。あらあら、すいません、私の紹介が遅れました。ああ、上質な妄想でじっくりと加熱、妄想アヒージョ高見です。よろしくお願いいたします。なんつった？妄想アヒージョです。アヒージョ、もう一回言いますか？もう一回お願いします。大丈夫、大丈夫。どういう意味？上質な妄想でじっくりと加熱、妄想アヒージョ。フェンフェラボン。早く進めて、はい、ということで今日は特別編ということで、うん、一つだけシナリオを書いてきました、私が、はい、なので早速いきたいと思います。うん、何でしょうか。ではスタート。何をしてもパッとしない3人で結成した男性アイドルグループ。お、はい、もう一度いきます。何をしてもパッとしない3人で結成した男性アイドルグループ。大丈夫かねこれ。下位打線、しかし思うように結果が出ず、とうとうある決断を下すことに。今回の最新シングル3人連続バンド失敗は売れ行きが伸び悩んでいるけど、キャッチーな曲だしこれから伸びていくはずよ。よくそんなに楽観的でいられるな。社長から今回がラストチャンスって言われてるのに。あんたみたいにネガティブな打率だけ高い仲間がいるとこっちまでスランプに陥るのよ。もっと上位打線に行きたいみたいな気持ちはないの？うっせーな！お前もちゃんとマネージャーらしくできないから！喧嘩は後でやれ。ごめん、高見だ。今からライブなんだし。ひとみん、俺ら3人で今後についていろいろ話し合ってさ、やっと結論が出たんだ。リーダーのバナからアンコール後に発表するから、ファンのみんなと一緒に聞いてほしい。わかった。アンコール終了後、3人がもう一度ファンの前へと出ていく。舞台袖から何かを感じ取ったかのように、ひとみんがじっと見つめていた。今日は最後まで聞いてくれてありがとう。本当にありがとう。みんなのおかげでライブを無事に終えることができました。僕らがデビューしてからもうすぐ1年が経ちます。本当にあっという間だったと思います。その中でこれからのことをいろいろ話し合った結果、ある結論に至りました。本当はこういうこと言いたくなかった。泣くなよ。みんなの前で3人で一緒に話そうって決めたじゃないか。バナが言えないなら俺は仮に言うよ。いや大丈夫。結成した最初の頃を思い出してさ、じゃあみんなで聞いてくれ。6月8日はひとみんの誕生日だよ。おめでとう。あわあわあわああ、おめでとうひとみん、おめでとうひとみん、おめでとうおめでとう。あ、大丈夫だ。おめでとうございます。タンテケタンテン、タンテケタン、嬉しい。そういうことなんですよ実は。そうなんだ、びっくりした。すいません、やらないと思ってたみんな。タンテケタン、あのね、もうコメントでもうるさいな。トゥントゥクトゥンじゃねえよ。なんで瞳より目が届くしてるんですか。誕生日なのに。あ、そういうこと。だからそう、コメントでももう瞳の誕生日おめでとうのいじりがあったんで、
もう序盤にこのね持ってかないとやりづらくて仕方がないところで持ってきます。なるほどね。なんだ。やるやん高見。もうささっきからちゃんと読めなくてごめんと思ったわけ。あそこはいいんです。あ大丈夫です。それはもうあの、バナさんと、うん、昨日深夜12時ぐらいに、うん、話し合って書こうってなって、で書きますって言って、はい、1時半ぐらいに書き終わりました。うん、すごい。やってだからしょうもない出だしですけど、うん。だからなんか今日中身が普通だなっていうか。そうですそうです。もうそれはだから何も考えてないです。テンテキテン。いやテンテキテンじゃない。俺聞いてないし、さっき聞いたし、俺。そうそう、だから、そう、ね、そうそう。完全にサプライズ。だから、それはもう本当に、うん、サプライズでできたから、前買ったですけど。やっけ、龍角散しかプレゼントないし。本当だ、絶対持ってきたでしょ、ただ。普通に自分が食べるように。じゃあ、あげようかなと思ってたんだけど。いや、でも嬉しい、嬉しい。1個持ってきたよ。マジっすか？でで何これ？猫集め、ポーチ。何すか？猫集めポーチ。半額が見えた半額が本当だちょっと剥がしてくださいよ剥がしてよ安かったんだこれ安かったんだ今言っちゃダメでしょダルダル猫あげるよもう剥がそうね、うん、リアル猫あげるよ、うん、放送中に剥がさないと半額中あコメントも来てますよ多分どん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 ありがとうございます、うん、あ、アリさんもケーキ何でしょうかアリさんひとみん誕生日おめでとうありがとうケイさんも、ね、もう34だね。いやいや、まだ。あ、まだか。まだ。そっかそっか、32か。まだ30いってないです。いってないですか。でも、今年29、もうこれで終わるので、あとね、最後の20代ですね。うん、どうですか、はいはい、ついに来てしまったって感じなんですけど、でもなんか、あんまり変わらないなって思いました。中 学生の時はやっぱり、はい、これぐらい年齢になったらもっとしっかりしてるんだろうなってああそれが甘いんだなありますね何にも変わんねえよ変わんないね全く変わんないよ俺サンチューさんが言った説得力あるあんま嬉しくないなでもいやいい意味で、ね、それはねサンチューさんもやっぱり、うんまあ、まだ俺28だからねああそうなんだそうだそうだ本当かなもうあでもなんかさ、はい、今年29になったっていうのと、はい、あと私先月でおばちゃんになったんですよわおあ子供できましためいっ子おいっ子がおあ、うん、弟がねやっと、うん、あの女の子を出産しましておめでとうございますはい、いやおばちゃんになりましたこれからが楽しみです ね、はい、ということでなんか私のその時間はこれで以上にしよう皆さんありがとうございますありがとうございます今日のテーマは誕生日ですよ、うん、いやいや雨にまつわる話です雨ですねっていうか画面止まってますね本当コメントだけ動いて画面ほら静止画になってる本当これどうすればいいんですか俺が飛んでるのは動いてる画面止まったーって動いてないんだあこれ更新したらどうなりますいや多分もう一回配信になりますね来てるんじゃん来てる来てるほら、うん、動いたよ違う来てコメントは動いてるんですけどそう、あ一刻動的な感じそういうこと映像が止まってるんですよ、うんうん、あそういうことなるほどねどうしようかな一刻動的なね一回更新しましょうか更新するだって永遠と、うん、だからうん流れてますけど声は聞こえてんのかなそう声は通ってます音声は聞こえるって書いてますね、静止画でも大丈夫ですか皆さんそれだったらちょっとそのまま続けてみようかなちょっとずつ動いていくかじゃあCM の時に更新しましょうそうしましょう、うん、イエスということで一旦あのこのコーナー締めたいと思いますはーい、まんまん妄想曲では皆様の妄想を募集しておりますメールアドレスは avic@fmginon.com avic@fmginon.com までよろしくお願いいたします以上まんまん妄想曲でしたキャラが分からんありがとうございましたはいじゃあここで曲紹介何でしょうか思います、はい、今日はまあ雨のテーマということで、はい、そうですね雨といえば定番ですね八代亜紀さんのあら雨の慕情を持ってきましたよ八代亜紀お聞きください八代亜紀聞いたことないよ八代亜紀ちょいアンコールする人八代亜紀いっちゃれ八代亜紀いっちゃれ今日どうしましたいっちゃれいこんなんじゃなかったでしょ1、2、3、4、5、6、まだ、ちょっと今曲じゃないですねちょっとはい、来ました来ましたはい、来ましたどうぞお聴きくださいかなり前ですね。30ぐらいいきます？
行くでしょ。わお。で行くでしょ。ライブ開始ですね。この歌いいですね。しみじみ。動いてますね。うん。ありがとうございます。動いてる。動いてる。お疲れですね。俺いやそうでもない。本当に元気な感じ。全然元気だろ。ということで、曲中に話しますか、雨。うん。雨？え？いやいや、本ちゃんで話そう。本ちゃんで喋ろうぜ。もったいない。あのね、モンモン妄想曲、本当はもうちゃんとしたやつ作ってきたのに。言い訳はいらねえんだよ。申し訳ございません。言い訳はないですだから、申し訳ございません。謝るしかないです。まだ2ヶ月後でしょ、これ。どうぞ俺のコーナー。だって、最後にやこの前のコーナー、4月ですからね。ああ、そうだ。モンモン妄想曲。ああ、そっか。来週3人のコーナー一気にやっちゃう？いや、あの、ゲスト。言うな、お前今。は誰ゲストか言ってないですよ、誰も人。あ、そうだね。誰かゲストは言ってないですけど。でもまた、その次にやろう。終わりました。ちゃんと読み込んでから。もう、本当に、読みましたシナリオ。誰も読んでないですよね。ちょっと一回読んだ。読んでないです、俺。読んだよ。一応大丈夫、セーフですよね。放送別に大丈夫ですよね。大丈夫だろ。大丈夫。全然大丈夫だよ。妄想だから。直接は言ってないから、まあ大丈夫。最初最後痛いって言うからね、最初痛いって最後がロマンチックだったな、でも、うん、ああいうの書けるんだってちょっと思っちゃった次回を交互期待楽しみだな。あ、だからね、はい、皆さんすいません、再会できた、全然やめちゃっていい、治ったらしいですね、うん、ひとみんの服 3D に見える。あ、本当だ、あこの線がちょうど映像でほら目チカチカするね、ほんまや、なんか見えるなんかやろう、 3D に見えるって、でもこれ自体3… あ、そっか、2次元か、何を言ってるんですか。あの要はこの映像は 3D っていう、なんか間違えた、いやいや、そうなんですけど、いや立体的になんか見えるんでしょうね、あ要は飛び出して見えるんだ、そういうことか、今日メールが、G メール来てます、うん、来てます、いいね、読んでもらっていいですか、はい、読みます、はい、じゃあ僕が雨のこと調べてたら、はい、意外なあのやつがあって、はい、それ何かネタがなかったら喋りますね、オッケー、もう俺はそれしか今日持ってきてないです言わないこともあるってことでしょもう皆さんの話が盛り上がるぐらい言うことはないです、でこれ最初にこれを見ます、メールから言う、うん、でも出だしでちょっと6月10日の今日の何の日みたいなのも しようかなと思うんですけど、今日は何の日ですか、今日時の記念日、ああよくあるやつ、時の記念日、うん、そうそう、時ってあの何の時、時間、ああ、うん、タイムね、うん、鳥と思った、鳥と思うよ、イントネーション的にか、北斗か、北斗の拳か、そんな日はないでしょ、単人権じゃないの、友情、なんか友情なんかありましたね、なんと水長権とか大丈夫ですか、大丈夫、今日ミキさん迷ってる迷ってる、はい、渋い曲で、うん、雨も、うん、どうだろう、いい感じになったかな、うん、どうしました皆さん今日今日なんかちょっと道も混んでたっていうのもあって、ギリギリできたんだよね。みんなそう、うん、ちょっと気持ちが整わないまま来たっていう、ちょっと言い訳ですけど。はい。ということで、FM ギノワンから生放送でお届けしております。ABIC の ABIC ラジオ。今週のテーマは、雨にまつわる話です。はいよ。はい。で、プレゼントも募集してます。何ですか？はい。ビデオダビングの ABIC から、ABIC 商品券1000円分を3名様にお送りしております。あ、お送りします。はい。希望の方は、abic@fmiginowan.com にお名前、はい、住所、プレゼント希望と書いて送ってください。ありがとうございます。はい。そういうことで、今日6月10日ですよね。うん、はい。はい。今日何の日かなって。何の日だ？うん。まあ、調べてみたんですけど、うん、はい。今日6月10日は、時の記念日。時の記念日。らしいです。初めて聞いたんですけど、私も。あ、どういう時ですか？時間ってこと？時間。うん、へぇ、うん。なんかね、あの日本初の時計が時を刻み、はい、鐘を打った日だそうです。どこでですか？で札幌だ。どこって書いてるかな？違うか、札幌だ。時計台。札幌だな。時計台のイメージ。札幌か。どこだろう？ごめん、そこまでは知らない。だから許さないからね、好きやな。多分その辺じゃないかな。多分その辺。その辺は私が、気になる方は調べてみてください。あ、
後書きはないんですね。この後のそうないです。いや、ここまで突っ込まれると思わなかったから。あ、ごめんなさい。いつもなんかさ、喋ることさ、結構さらーっと流れるからごめんなさい。こんなもんかなって思ってた。調べてくる、今度からは。うん、ということで、まあ、今日は、まあ、時間って誰にでも平等に与えられたもので、うん、まあね、過ぎてしまうと取り戻すことできない大切な時間を改めて考える日になるのかなと思ってます。うん、あ、そうですね。ね、最近は、ね、ニュースでも小林真央さん、うん、はい、分かり、はい、見ました。小林真央さん乳がんですね、うん、あ、そうなんだ、ね、はい、あ、に進行性の、ね、うん、乳がんの、うん、まあ、どうにかいい方向にも、うん、なってほしいですけど、うん、はい、こういう身近にいる人がね、この、うん、なんちゅうのかな、うん、やっぱ大切にしたいなってやっぱ思いますよね、うんうん、時の記念日というのを調べて出てきた時にやっぱそれと重なって、うん、はい、そうですね、思いました。今を生きてください。うん、今生きてください。今ですよ。雨のようにしんみりしちゃいましたね。雨の話は？はい、雨の話は？雨の話、雨の話しましょうよ、うん、コメントね、メール来てるということで、あ、お願いします。コメント、コメントからいきます。うん、 OK です。はい、アリさん、アリさん、ある日外に出たら土砂降り、走って車まで行こうとしたら一歩目で右足が左足に引っかかり思いっきり転んだ悲しい思い出。 いやー、ありますね。わっしょい。出だしから転んじゃったんだ。もう遊ぶしかないよこれ。童心に帰ってね。雨の日にこけるって本当に嫌。考えたら分かる。何のメリットもないわ。立ち上がれないよねすぐにね。うん、それは悲しいな。あ、でも雨の日、学校帰り坂道、うん、やっぱよく転んだ覚えはありますね。よく転ぶの？よく転ぶよ。昔から転ぶんだよ、瞳は。ロケでも転ぶね。でも、何にもない段差でこけますけど、俺、癖で。癖って何？いや、だから何もないところで、勝手になんか、段差ないのに、勝手になんかこけて、こけてというか、要は足引っかかった感じになるみたいな癖があって。なんか呪われてんじゃない？呪われてるんですかね。うん、だそういうのはあるから、別に雨降っても関係ないけどな。 あれは雨の日傘さす人？いや、あ、どれぐらいの雨でささないんですか？差しも、あ、もう絶望的な感じ。絶望的な、うん、世紀末みたいな、世も末みたいなこと。世も末か、ちょっとこれ情勢危うくなってくるなぐらいの雨だったら。どんな雨？どんな雨？俺ささねえよ。マジですか？もうささない、昔から。へえ。でも、あの、もし携帯とか濡れるじゃないですか、水没しますよね、うん、危なくないですか？大丈夫。何がですか？ちゃんとガードするから。どういう意味？あ、濡れ、その濡れないように、そう、濡れない位置に入れるからね、はい、うん、じゃあ、え、どこに入れるんですか？濡れない位置言わないといけないこれ。いや、もうなんか傘さしたら全てが人住みそうですけどね。でもあんまり沖縄の人さすイメージないけどね。うん、わかる。もう濡れてなんぼみたいな、はいはい、うん、車まで行けばセーフティーみたいな、うん、そうだね。でもアリさんは車で行く前に転んじゃったんだよ、ね、あ、そういうパターンもあるね。なんでこけたの？呪われてるからね。やっぱりね。呪われてんだ。でも雨降った時って、うん、なんか動きにくい感じしない？え？なんか行動が制限される感じがする。あ、雨に濡れてってこと？そう、雨に濡れないようになんか変にこう精神的に気使って動きが、うん、この年になってあるかもしれない、そういう雨に濡れたくないっていうやつ、うん、あ、そうなんだ。昔はそんななかったけど、うん、今傘もささないけど、うん、やっぱり濡れるのは嫌だな、うん、この年になったら。もうサンジさんに言っていいですか？いやいや、はい、傘をさして濡れない快感を味わったらもう傘さすと思いますよ。こんなに便利なものあるんだって気づきますよ。足濡れるやん。え、腰らへん濡れるやん。足以外も濡れるやん。意味ないやん。意味ないやん。カッパやん。カッパやん。要はカッパがいいやん。ああ、じゃあカッパも、でもカッパも足濡れるよね。雨靴やん。もう、ああ言えばこういう。そっちのカッパ。どのカッパと思った？あ、リアル妖怪のカッパと思った？だから全部濡れるやん。どんなよ。一生懸命ひねってるんだ。距離食っとけお前は。好き好き。どんなよ。でも雨好きですか皆さん？雨の日って。でも好きな人いますよね。雨の、雨が降ってる。私も好き、雨。なんか小学校の時は濡れて帰ってるぐらい大好きでした。小学校は濡れるよね。うん、でも分かる分かる。もうこんな日にしか浴びれないじゃないですか。浴びれない。台風の日なんかも外に出て遊んじゃいましたね。遊ぶ？台風の日は必ず遊ぶ。テンション上がるよね。そう、テンション上がる。傘とか持って、ね。風が強いのがテンション上がるんだよな。うん、分かる、ま。飛ぶんじゃないかと。あれだね。台風の日は俺シャンプーしてたよ。なんで？外で。あ、雨があれだから。暴風を利用して。はいはい。シャンプー。
写真あるよ。後で見せるさね。え、それまさか最近の話、ね、そうですよね。そんな感じ。これちょ、これ 2,3 年前ですかね。かすげえ若いな。マジ？あ、アリさん。シャンプーは絶対する。寝るときに、寝るときに雨の日は好き。あ、雨音聞きながらのね、シャン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 、ポン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 、パラパラじゃない？やっぱりやっぱり。なんでよや。なんか違うけど。じゃ家にいるときはいいさ。はいはい。うん。家にいるときの雨はいいね。うん。うん。車内のときのね、車の中とか、なんかその中で音楽とか聴いてたりとかね。あ、いいね。するといいですよね。ひとみんそういうの好きだからね。大好き。あ、雨の日に聴く。こうおすすめの曲とかってあったりします？雨の 日、うん、あるある、ね、リスナーさんもぜひそういうのなんかあったら教えてほしいですけど、うん、レイニーブルー、あーそこ来たか、定番のね、ショーシャンクの、やばない、雨降りそうかなって歌じゃないよ、うん、でもレイニーブル好きでした。え、好きでした。うん、音楽なんて聞かねえよ。聞かないか、雨音で十分だよ。プライスレス、意味わからん。プライスレス。シグナスさん、雨の日嫌だな。そうなんだ。あ、シグナスさんって確か移動手段がバイクか何かじゃなかったかな。あ、それはちょっと嫌かな、ね、バイクはもう、ね、怖いわ、ね、そういう人嫌かもしれない。晴れ以外何のメリットもないですから、うん、晴れと燃費だけ、うん、もうあとは危険しかないよ、うん、風強くてもアウトだし、うん、ちょっと降ってもアウト、もう何にもよく、そのスリルがいいっていう人もいるかもよ。あ、でも渋滞スイス、あ、スイスですね。あ、そっかそっか、うん、沖縄だけらしいですから、何年やってるの、ね、確かに。あ、そうなの。大阪から帰ってきた時やっぱ衝撃的、沖縄はおかしいって言ってます、うん、俺できないな、あれは。そうなの、怖い怖い怖い。大型でやってるのすごいなと思いますね。ああ、あのビッグスクーターとかでやってる人、あれ鬼だな、あの狭さで行くかみたいな、怖い、ただ怖いしかない、雨の日、雨の日か、うん、この前デイジー雨降ってて、うん、でコンビニで車が止まってたんですよ、うん、はい、中からおばあちゃんが出てきて、また驚くぐらい遅いんですよ。ゆっくりゆっくり扉開けて傘を差して、うん、店内で買い物済ましたのいいんですけど、うん、また帰ってくるじゃないですか、うん、まあ傘を差してますよ、うんうん、で車に収納するときに、いやいや完全濡れてるでしょ。もう車内をもうびちょ濡れなわけ、はい、これ意味あると、もうぐっちょぐちょのおばあちゃんがいた、おばあちゃん濡れてないんでしょうね。もう完全濡れてたね。もう運転手が困ってたよ。おばあ、早く早く、はい、お願いってってから。なるほどね、チャンレーも。いいですね。なんかないの、高見は。じゃあちょっと軽く、じゃあジャブでトリビア見つけたんでいいですか。で、皆さん雨が降るときに感じる、あの独特の匂いありますよね、うん、雨もうすぐ降るみたいなときの花、独特の匂いあるじゃないですか、雨の、はいはい、あれ何の匂いのか分かります？何の匂いの？アスファルト。あれ？アスファルトじゃないんですよ。違うんだ。アスファルトの匂いでも別にこの普通に運動場っていうか土のところでも匂いじゃないですか。はい、うん。あ、そうだっけ？匂います。独特な。あれ何の匂いかなって根拠があるらしいです。頭皮、頭皮。アリさんがホコリって言ってますけど。ホコリ？違う。胸に？頭皮だ。プライド？頭皮だ。多分違うと思う。頭皮ってどういうこと？頭皮だ。頭皮の匂い。頭皮の匂い。自分の。でもあれ一定の匂いしますからね。みんなね、うん、大体ね。あ、そうだね。うん、まあめっちゃ臭いところ臭いのかな。あれ普通に、うん、やっぱりあの化学物質らしいです。へえ。化学物質？そうなんだ。なんかペトリコールとジオスミンっていう化学物質からできてるらしい。ペトリね、ペトリ。知ってる、うん、知ってる知ってる。知らなかった。ペトってたわよく。うん、そうなの、絶対知らない。よくペトってたわ。絶対違うでしょ。で、まあ、そのペトリ、まあ、2種類の化学物質は雨降ってだんだん匂わなくなるじゃないですか、うん、結局雨で流れて匂、うん、要は匂わなくなるらしいんですけど、うん、まあまあこれ長く喋ってもね全然つまんないんで、まあ、これぐらい全然、うん、そうだね、つまらない、終わろう、はい、終わりましょう。こんな感じです。すいません。なるほど、すごい、それすごい面白いなと思って、うんうん、あ、じゃあ次曲また紹介していいですか。お、八代亜紀の何ですか。あ、ね、八代亜紀の雨のなんだっけ、これ流れたでしょ、さっき言ったでしょ。あ、さっき言いましたっけ。鳥羽根ですよ、もう。ひとみんはもう次何、朝倉沙耶さん、それです。あ、ごめんごめん、そっち行くか。はい、オッケー。紹介してください、バラさん。はい、お願いします。朝倉沙耶パワープッシュですな、今月の。ほら、うん、個人パワープッシュ、個人パワープッシュ。前も言ったんだけど、はい、山形県の、民謡歌手で、もともと民謡の曲を今回アレンジしたやつ、はい、なんだけど、うん、これ、あ、これ
完全民謡っすよ。これが元の曲。ああ元の曲アレンジするんですね、うんうん、現代のポップにね、うん、あ面白そう。えこれあの日本語名は何ですかこの。これね最上川船歌。あだからこ のあのタイトルなんですね、うん、なるほど。ただ英語にしただけなんだけど、うん、ボートリバーボートソングっていうリバーボートソング、うん、これをじゃあラップとか絡めたりとか、ちょっと面白そうだぞこれ。聞いていただきましょう。で朝倉さやで、リバーボートソングです。いっちゃれい、うん、いっちゃれい3人で某テレビみたいにやるの。いっちゃれいカウントダウンってやるやりたいなそれカウントダウン TV みたいにくる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 ってでしょ。漫画のアキラ、そうそう、アニメの、あの次スポンサー紹介とか機能体とか、はい、流れ伝わるさっきスポンサー紹介せずにそのコーナー行っちゃいました。 あ違う、あ間違えてる、アキラのアキラバトルで、あーそっか、アキラ最後もすごいからな、組み替わる、あちょっと遅くなってるんだ、なんか大丈夫です、大丈夫です、なんだろう、なんかどんなかのこれコールミュージックみたいな、まあ、47分までにやれればいいですよね、うん、最後に長寿合わせるから、ね、あ一応メール来てるんですけどね、うん、スポンサー紹介してその後 CM あ CM 挟んでその明けで読んでもらっていいですか。あこれですね、うん、はい、お願いします。彼女沖縄来ないんですか。どうだろうね、来なさそうですね、山わからんよ、沖縄の民謡とコラボして、朝倉って言ったけど、懐かしいありがとう、あれ大好きだった、さくらゴメスト、誰よ、ゴメストあるぞ、ゴメスさくらとゴメスの松下さんいないとダメだ、あれ私どうした、全然なんか雰囲気変わりましたね、うん、あ、でもね急になんかまた、あ、これゴメス、これゴメス、これゴメス、あマスシコの方ですね。ゴメス。普段覆面ですが。そっち？そうだよ。歌うんだ。抜いたらゴメスだから。えてかもう、ソロボケがわからない。もうプロレス。あれか。残り時間の切り取りなんだろうね。え？何を探してるんですか？心の残り時間。何ですか？レベルロスダウン。ごめんなさい。はい。時間があと20秒。20秒。え朝倉ゴメス朝倉っていうサンドイッチが素晴らしい、朝倉ゴメス朝倉全然合わせてないな、ね、あだってこの天気にこの天気に合う曲じゃん、この天気になんかこのちょっと夕日がうっすら見える感じに合いますね、今ゴールデンはますかこの夕日は違います、えあごめん聞いた、なんかあるじゃないですか、ね、夕焼けがあなんかゴールデンアワーみたいな、ああのこの時間帯があるじゃないですか、あいますか、ね、雲がかかれてるからすげえ綺麗だなと、ね、綺麗ですよね、これ雲があったら超綺麗、あと20秒でーす、あもうすぐ30、間違えちゃった、なんか変なところ押しちゃった、コントローラーすごい使いにくいの、コントローラーこれあれですね、あの何ですかアップルなんで、アップル悪く言うな、いやメールも読めるようにしたアップルを悪く言うな、あだからこれ曲こっちで、あ、もうこれ流れてます放送、はい、流れてます教えてくださいアップルを悪く言わないでくださいということで、はい、朝倉さやさん、はい、フューチャリングゴメス、ゴメスです、ね、前流した朝倉さやさんの曲と声なんか違いますね、あ雰囲気違うね、うん、なんか違うね、こんな低い迫力ある声、うん、高架機動隊っぽいね、うんうん、はい、ということで FM ギノワンから生放送でお届けしております、はい、ABIC の ABIC ラジオ、はい、今週のテーマは雨です、はい、雨ですよ、プレゼントも募集してます、どんどん応募ください、はい、お願いします、はい、ということでスポンサー紹介、はい、いきますか、いきましょうか、何でしょうか、はい、今日は今週 ABIC ですね、 ABIC さん、はい、ですね今週は、はい、うちわんの宣伝しようかな、あ、うん、お願いします、そうだ明日だ、明日なんだ、明日の放送なんですけど、はい、ついにうちわん、東京に出張撮影してきました、そうだからすごい、うん、あだから今日神やん、神やん、神やんは違うか、
東京行ってなかったでしょ。あ、それは違うよ。大阪です。神谷ってあれね、前あのミキサーしてた人ですね。うん。で、アシスタント今回はひとみんじゃなくて、うん、おしるゆきちゃん。ひとみんじゃなくてって言わないで。ゆきちゃん。行きたかったんだよ。ゆきちゃん。でもその後、きっと行けるんだと思って、あの耐えてます。うん、行こうぜ高見、俺たちも行こうぜ、耐えてます、はい、行こうぜ、恨みそねみが、いやいやいや頑張るのみですから、うん、はい、箱根、はい、東京、うん、2泊3日の旅、いいな箱根ということでね、うん、温泉入浴シーンもあるよ、マジですか、びっくりクリックリ決定、ということで、はい、明日の放送をぜひお楽しみください。明日はそれ、ずっとそれですか？ずっとそれ。ずっと温泉です。2週またぎで。ずっと温泉です。ああ、見れるかな、私。ロケ行きたかった。ずっと温泉です。いいな。じゃあ、ロケの時に、ロケ車乗ってすぐにさ、うん、音声さんが、ひとみさん、うん、富士山めっちゃ綺麗だったんですよ。いいなぁ。行ってな。箱根山でした。箱根山、うん、なんかありますよね、箱根にも山。あるあるある。箱根といえば。うん、俺でしょう。おね？俺。俺？そうなの？箱根行きて。行きたい行きたい。行きたいだけ？そう。わかんない。箱根ってエヴァの舞台じゃなかったですか？そうだっけ？そうなんだ。エヴァあんま詳しくないんだよ。オーマイガッシュ。次に行きましょう。うん。一旦コマーシャル。あ、はいはい、行っちゃるい。あ、終わったんだ。そんな本格的な時にバイクで行く人は絶対ないと思うんだけど、そのまま飛んで行けるんじゃん。車乗ってない時はそうだったかも。え、バイクの時でもコールセンターやってる時って休めないんですよ、台風でも。はいはい、はい、バイクで行かないといけなくて。なぜバイク？バイクしかなかった。あ、だからモノレールとか交通手段全部止まってます。そう、沖縄の話。沖縄で、うん、怖っ。そっか、自力で行くしかないもん。そう、もう雨に濡れてびしょ濡れです。これ CM ですか？うん、CM。なんか台風の日の撮影とかやばいっすよ、ね、10秒だ。機材濡らしてもダメだし、うん、でも台風では撮らないといけないし、3、2、あ、ジングル。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、FM ギノワから生放送でお届けしております。エイビックのエイビックリラジオ、今週のテーマは雨です。雨です。はい、メール届いてます。お、なんでしょうか。どうぞ。こんばんは。こんばんは。今日は雨の日がテーマみたいですね。はい。雨の日の思い出。初めて自分が買った CD が、キンキキッズのガラスの少年でした。いいね。歌詞が雨にまつわる歌詞です。そういや最近、ひとみさんの誕生日だったんじゃないですか。ああ、ありがとうございます。20歳おめでとうございますありがとうございますポポ、 ポポ誕生日の記念にサザンオールスターズの桑田さんのモノマネお願いします。なんでよ、来た来た、なんでよ、これマッキーさんでしょ。はい、マッキーさんですやはりか、あれあれあれ、ラジオネーム書かんくなってる本名を書いてたんで、ひとみいっちゃる、は、誰の、誰だっけ、桑田真澄のモノマネですね。桑田真澄、桑田真澄余計難しい。あ、桑田、あのサザンオールスターズの桑田。でもできないよ。桑田佳祐ってどんなこと言ってたっけ。いや、歌の歌詞でなんかもう、うん、有名なフレーズあるよ。なんだっけ、エリーでいいっすよ。夜に向かって雪が降り積もる、食べてるでしょうが、あれ演歌みたいになってるよ。蛍食べてるでしょうが、食べて、食べて、田中国家がいる、食べてるでしょうが。どうして、雨です。テーマはもうこれマッキーさんのせいにしよう。それがいいな。まさかの普通に歌うっていうので、俺らが2人がフォローしなきゃいけないって現状を作ったのはあなたですから。ちょ、マジで歌おうとしたら演歌っぽくなっちゃった、はい、それでいいんですよじゃあ今ね、舞台やってるのが、はい、あれなんですよ、56歳の設定でなんですよ。あ、そうだね。で、声を一生懸命56歳の声を作るようにして、うん、しかも演歌歌手を歌ってる人だから、なんか自然にそうな、最近ちょっと笑い方ちょっとだけ、はいはい、その50代の方の女性の声とかってちょっとできます、うん、今聞いたら、どれぐらい違うのかちょっと聞いてみたいな。ちょっと、あ、確かに、あ、一応役名、うん、あ、別にその役じゃなくても別に普通に、要は年、うんうん、じゃあ役名喋る、ね、うん、セリフでもいいし、うん、ちょっと思いついたのでも全然いいですよ、うん、OK。 五十嵐光恵と申します。56歳になります。
ちょっとごめん不調だ未亡人だな。これよりももっと低く、うん、なんかもうゆっくり落ち着いた声で喋るように頑張って、うん、未亡人だ。でもやっぱちょっと演歌っぽいですね。そう、うん、演歌っぽいの、うん、ちょっときつさがあるね、うん、俺らも人生を歩んできた感があるね。そうそうそう、ドシッとせドシッとドスッとね。そうそうそう、もそっと構えるか、もそっともどうし雨です。テーマははい、テーマ雨です。どんどんメール待ちしております。はい、メール来てますか。アリさんがひとみん歌うまいってありがとうまーすポッポー。今のでうまいって言ってもらったら嬉しいしリアルテレ雨雨、うん、雨、あ、メール来てない、ね、高見本当に雨の話ないの。どんどん雨ですか。いやでも雨もうなんかもう俺毎回こんな話するしたくないんですよね。なんでそう。いやもう普通に雨で雨ね、雨雨の何ですかもう。なんか雨で出会いとかって本当にあんのかなと思って普通に雨で出会い、雨の雨でなんか濡れたきっかけとかで、うん、っていうのが本当に実際するのかなと思って。思い出したそれで出会い、えバス停とかあったんだ。中学校の時びっちゃんこ。あ、どうぞお願いします。いや全然もうあれだよ、あの青春だよ。おいいっすよ、来た。いいっすよいいっすよ、どうぞ。なんか学校中学校の時だ、中学2年の時だったかな、はい、その時にあの台風だと早く帰らないといけないじゃないですか、うん、はい、学校帰りなさいって、うん、で帰るにはでも雨降ってるからみんなお母さん呼ぶじゃない、親御さん、はいはい、それ待ってる間とか結構あのいるんだけど、うん、でも私は親が迎えに来れなかった日だったんだその時。だからあもうカッパかぶって、カッパね、そうカッパかぶってでカバンも濡れるからもう恥ずかしいんだけどゴミ袋をさ、はい、カバンにかぶせてなんかすごい格好で歩いてたの、うんうん、はいはい、一応傘はさしてね、はい、そしたらあの向こうからあのお母さんらしき誰かのお母さんらしき人が歩いてきて、うん、話してきて、はい、ですいませんっつってちょっと傘貸してって、息子が待ってるんだけど息子がなかなかあの来ないからあのちょっとだけ貸してって言って、あ分かりました自分急いでないんでっつって、うん、はいはい、待ってたんですよ。で、あ、そう、待ってる間、そのお母さんの車、はい、ちょっと乗っててってなって、カッパで？いやいや、そう、カッパで。どんなよ、どんな妖怪よ。濡れてますよ、めっちゃ濡れてますよ。いやいや、でもこっちで待たせるのも悪いからっつって、中で待っててって待ってたんですよ。はいはい、あ、でもなんか申し訳ないけど、一応待ってて、で、しばらくしたら、あの男子生徒がね、コンコンってきて、はい、あ、多分この人なんですよ、息子、はいはいはい、で、あ、やばい、なんかめっちゃ気まずいじゃないですか、うん、先に帰ってきちゃったって、うん、で知らない人が乗ってると思って向こうもびっくりしてるからあ、どうしようと一応開けて、うん、あ、すいません、多分お母さんが戻ってこないから探しに行っててその間待ってるんですって、すいません、はい、そうなんですねってちょっとその間後ろに乗ってその人と、うん、二人でね、そう、なんか初め一応同級生だったの、あ、でもあ話したこともなかった人で、うん、ちょっと、まあ、気まずいながらもなんか青春の時間を過ごした思い出がありますね。ちょっと内容覚えてないけど少し喋ったかな。俺だったら絶対泥棒と思うからね。なんだこいつって人のお金の車に居座りやがってってちょっと、ね、びっちゃびちゃやんけってカッパでこの濡らしやがってってめちゃくちゃもうこのいい話がなるね俺は。じゃ急に乗ってビビる最長、うん、パカッと開けて、うん、それはありますね。誰ですかこの少女はってなるよね。びちょびちょのカッパで乗って、まあ、一応そこ俺乗るんだけど濡れてるなって思ったはずね、うんうん、そう、あと、ま、もっと別の視点で言うと、うん、はい、もしかしたら、うん、あ、なんか誘拐とかもありそうだなって一瞬思ったけど。誘拐？要はのなんかそういう手段で、うん、後ろに子供を乗せてそのままブーンっていう可能性はありそうだなって今聞いて一瞬思ったんですけど。アナザー妄想曲いいほどなんだよ。いや学校の中での話だったから大胆不敵やなおい。まあ、でもその後もちょこちょこ話したりして、あ、いいですね、あ、いいね、うん、仲良くなりました、ね、それが初めての彼氏ですか。いや、それ、その時は彼氏ができたことない。あ、すいません何それすいません。じゃあサンチェスさんの雨にまつわる話、雨にまつわる話、俺あんまいいのないんだよな。あら、いいですなんだろう、ちょっと話させて。どうぞ、うん、あれ中学校の時かな、うん、鬼雨降ってたわけ、うん、はい、もう絶望的なぐらい、うん、俺乳首透けるわにぐらい、はいはいはい、鬼降ってる、一応気にするじゃん、ね、そういう年頃って。あ、などれいつですかそれって。中2ぐらいかな、うん、で俺一生懸命走ってたわけ、はい、でちょうどダイもしたかったわけ一応やばいさ、はい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 、雨に濡れながらダイもしたい、はいはい、そしたらあのホッパーが近所にあって、はいはい、その
ホッパーのトイレ1個しかないわけ、うん、もうなんかポットン便所みたいなもうすごい古いトイレだから、でそこパカッと開けた瞬間に近所のおばさんが代をしてたわけえってなっておばさんがパッて振り返って一言ニーハオって言ったわけ何それってなんでニーハオみたいなっていう思い出しかない。まず近所のおばちゃんって思われたくなかったんでしょうね。初めまして、私は関西来てますよみたいな。なるほど、ね、初対面のふりしたんでしょうね。まずはそういうことか。ニーハオって何って、よくホッパの前で会ってるやんみたいな、まあ、こっちもニーハオ、下もニーハオ、下もニーハオみたいな、はい、ちょうどぽっちゃんと落ちる時だったから、ね、そっかそっか、わしがチョイスがニーハオってびっくりしたんだこれが雨のいい思い出だね。いい思い出なんだ。いい思い出。いいですね。それ以来そのおばさんはニーハオと呼ばれてました。つけたんでしょどうせ。そうそう、俺がアニハニーハオって。つけそうもん。ニーハオ来たっていうぐらい。ニーハオさん。もう私もネタなんだね。え、じゃ下ネタじゃないよ。こういう出会いがあったっていう青春の話なんだけど。どっちのそれは傘の絵になるわけ。そうそうそう。なんでよや。お尻からニーハオしたものが傘の絵になるわけですよ。しょうもな。後のくだらねえ。食事中の方すいません。あ、すいません。ニーハオは、ね、時間帯的にさ、ご飯食べてる時間帯さ、うん、なのにエイビックやらんしょっていつもこんなんで。あれでも昨日あの人は8時以降からご飯食べるって聞いたけど。あ、そうなの、それ大丈夫なの。大丈夫なの。ツイッターで見たけどな。飯食いながら見てる人いるもん。この番組。そういるかな。食べない方がいいと思います。おすすめしますの方が。逆にそうするかも。テルルさん。テルルさん来ましたね。いらっしゃいませ。今の人はアメダレ知ってるのかな。アメダレ見るのが好きなんだけど。アメダレ？アマダレじゃない？アマダレ？なんでアマダレって、アマダレってあれ、アマダレなんだろうね、あの本当のアマダレ、アメって書いてます、うんうん、本当のアマダレってどういう偽物のアマダレがあるの詳しく聞こうかい。アマダレってあれだと思った、私あの普通に甘いタレってこと、せんべいみたいな食べるやつ、あの美味しいやつ、あ、せんべいだ、アマダレ、え、ポタポタ焼きみたいなことみたいな感じ、見るって言ってんの、雨だれを見るのが好きなんだけど、雨にだたれって、うん、雨がちょんちょんしてるやつってことじゃない？そうそう、あー、あー、そうか、物好きもいるもんだ。これ調べてみよう、映画かな、調べてみよう、映画かな、ね、はい、ケイシーさん来ました。ケイシーさんいらっしゃいませ。ポッポポポポポ、先週のこの放送は雨でしたね。雨でしたね。ババさんがいたんですけど、いらっしゃいませ、ポッポーって、ポー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 って、アパシャシン、どうぞどうぞ。ケイシーさん、あの沖縄はねまだ梅雨ですからね、うん、今週ずっと雨って、信じれない、うん、信じて、信じれない、ニュースになってるんだから信じれない、信じ、もうはい、はいってちょっと待って、見捨てました、この放送機に僕ら3人、今まで30回ぐらいやってますけど、はい、たまについていけなくなる時があるわけ。あ、よく言われる、よく言われるわ。この普段の自分の生活とみんなのこの特にサンチェスさんたちの、あの会話が全然違いすぎて、こうシフトチェンジしないと乗っていけないわけさ、うん、石川みんなこんなだよ石川さんこんなだよ、すごいな、俺らが悪いの。そういうわけじゃない、そういうわけじゃない、そうなの、まあ、地域性もあるからね。まあでもいいじゃないですか、異常者3人と、うんうん、健常者1人いるんですから。はい、いやもう異常者と一緒。あ、でもそうですから、あ、もちろん3人さんもちろんも、はい、はい、テルルさん、地面に小さな波紋ができるのよ、雨だれは、オーバードライブか、オーバードライブ、オーバードライブ、ジョジョのやつ、ジョジョです、あー、オーバードライブ。あ、すみません、ちょっと話が脱線しました。ロマンチックなのすぐ切るからごめんなさい、波紋って聞いちゃうとついつい言っちゃうんです。オーバードライブって、すみません。わかる、テルルルさん、うん、私も好き、うん、いいよね、ぼーっとするときとか、ぼーっとしながらね、ぽちゃんぴちゃんってなってんのは、あ、見るのは好きです、ね、あ、まだれずっと見たら時間過ぎていくからね、うん、そしたら還暦迎えるから、今を生きてください。今を生きましょう。なるほど。何ですか、なるほどって示しちゃった、なるほどって、もうエンディング。そうなんですよ、嫌です。いやです、まだ喋ってないです、雨のこと。なんかあっという間に、雨だれでもっと喋りたかった、ね、雨だれまだいけるよ、ついてちょっと今喋りしたかったけど、エンディングの時間に来たので、とりあえず先に、行きましょうね。今日のはいプレゼント、はい、何ですか、あのどんどん募集してますので、まだまだ、あのエイビックの、あ、ビデオダビングのエイビックからビデオダビング1000円分を3名様にお送りしてます。あのビデオをね、あの大切なビデオとかを保存、うんうん、ずっと長く保存したい、うん、そういうビデオが ある人は、うん、ぜひぜひ AVIC の商品券ゲットして利用してみてくださいね、はいはい、プレゼント希望の方は avic@fmギノワン.com
avic@fmgino.com にお名前、住所、プレゼント希望と書いて送ってください。はい。この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション AVIC、 片枠解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りしました。そして次回のテーマのお時間です。読んでみましょう。やっぱりラッパリさん、こんにちは。やっぱりラッパリです。全然雨降ってないね。雨降ってるよ。全然降ってないよ。降ってるよ。首の下が痒いんだよ。首の下が痒いんだよ。高見、元気かい？元気です。あなたは誰ですか？なんとね、来週ゲストが来てくれるんです。あ、そうだ。なんと来週のゲストさんは、はい、ケイシー高飛車さんです。そうなんです。ケイシー高飛車さんね。小梅太夫でしょ、それ。それ小梅太夫でしょ。次回のテーマはケイシー高飛車さんにちなんで七日掛けです。七日掛けですよ皆さん。あ、今日は臨時引かないんでいいんだ。引かないでください。いつも引かれたら気持ち悪いんです。そうなんだ。臨時は引かないで。気持ちいいんだ。臨時は引かないで。じゃあ今日、今週はラッパリの時間は、はい、引く時間はなし？なしです。うん、そうですね。そうなんだ。なんかちょっと寂しいけど。寂しくないです。ということで、ケイシー高飛車さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。誰か、ラッパリ、バイバイ。ラッパリを返してください。そういや。あ、いいね。来週楽しみだね、謎かけ。ね、謎かけだよ、うん。ケイシーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ポッポーイ。なんかね、あの謎かけのこの教え方、あ、やり方とか、うんうんうん、教えてもらえるそうで、ちょっと楽しみ。作り方ね、うん、作り方か、うん、はあ、楽しみ。ちょっと俺、コウメ太夫が今来てるやつ。ちょっと似てたから。コウメ太夫になってましたね。今日ラッパリおかしいな、今日。はい、今週、はい、じゃない、告知があります。何でしょうか。はい、私、先ほどもお話ししてました、舞台に出ます。お、その名も劇作家対決。劇作家対決、はい。2人の脚本家が同じテーマ、同じ出演者数、同じあらすじで物語を作るという舞台になっております。楽しみだ。テーマがアイドル、あらすじは人気アイドルが握手会を開催、そこで意外な事件が起こるというものです。怖いぞ。はい、私は A チームのジェネレーション5に出演しますので、 G5 ね、はい、ぜひぜひ、見に来てください、はい、来てください。 AB 各2000円、AB 投資券3500円となっております。これどこで買うんですか。これ私の Facebook でも募集してます。当日も買えるの。当日は500円増しになりますので。あ、なるほど、はい、前もって買ってもらえた方がた、お得ですね。買っちゃおうかな、はい、私も今チケット持ち歩いてるんで、ぜひぜひ来てください。持ち歩いてるんで。持ち歩いてるんで、いつでも渡せますよ。日にちは、日にち、日にち、あ、そうだ、日にち、ごめんなさい。いつですか。6月25、26の土日と7月2日、3日、土日となっております。はい、那覇ですね。そうですね、那覇の我が町の小劇場という、はい、あの海南通りのところですね、はい。はい、お待ちしております。全然大事なとこ行ってなかったですね。場所も違う。いつなんですかって。だからお金払っていつよ。場所しかも日にちもどこでやってるかも何も言えなかったですね、そのまま終わったら。ラジオで告知ってさ、うん、初めてでさ、うんうん、難しいね、うん、そうですね。ちゃんと書いとこう、文章にして。書いときましょう。その方がいい。あ、俺も告知あります。あ、はい、猫、はい、もらってください。まだ猫まだいます。まだ元気いっぱいです、うん、もう生まれました。また新しく、もうまだ生まれてないです。ぜひもらってください。うん、高見はある。ですね、毎週金曜日に12時からやっております、うん、高見ひとりごとなんですが、今週はちょっとお休みさせていただきますので、あ、ちょっといろいろありまして、明日早くてですね。なるほど。明日早いです。もう5時ぐらいに起きないといけないんで。マジ、はい、ちょっと大丈夫だった。なきゃね、はい、来週またやりますので、その時また、告知したいと思います。はいはい。Can you hear me, Pimpilabon? 中野町の和樹さん、はい、明日は職場の清掃活動だ。雨降りませんように。なるほど。あれ言わない方がいいね。振りますよ。振りない。最後ありますみたいな感じ。振らせますよ。てるてる坊主みんなで作ろう。うん、あ、いいね。作っとこう。なんか、ひとみになんか即興でそういうてるてる坊主の歌とか、即興作るコーナーとか作ったらどうですか。あ、そっちもいいかも、ね。なんかテーマってやって、自分でちょっと、はいはい、別に、あ、いいかも、なんか、人、ね、人フレーズでいいじゃないですか。あ、即興苦手なの、私。こっちは、あの、なんですか、ボイパっていうか、はいはい、この、うん、
トゥクトゥントゥントゥン。テンテケテン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 テケテンテンテン。いろいろあるからね。ごめん、まとまる自信がない。頑張ろう。トゥクトゥントゥン、チャーツンチャーツン。ごめん、ごめん、やらない、やらない。お、ワン、まあいいや。言いたくない。なんか絶対まとまらない気がする。まあ、もしやれるときは、ちゃんと練ってからやりますね。俺らが歌うやつを、入れたやつを歌ってもらうのもいい、ね、あ、それもいいね。こっちで作って。それ超難しい。フィンフィラボン。フィンフィラボン。イエーっていう感じから始まったら、もう無理です。See you next work day. Have enjoyed your day off. Can you hear me, フィンフィラボン。演説ラップかもわからないけど。はい、お時間です。ということで、ありがとうございました。皆さん聞いていただきて。はい、今日もコメント。いただきて。大丈夫ですかこれは。この後は、アニマン兄貴のクールジャパン沖縄です。声でか。周波数はそのままで、引き続き FM 機能をお聞きください。それではまた来週お会いしましょう。さようならさようなら Say goodbye. また来週。 See you in Philippon. I'll be back. あ、もう歌のコーナーやりたい。 やってって歌ってほしい。歌詞だっけ。なんか怖い。お疲れ様です。買い出せの曲作りましょう。買い出せが、あ、いいね。3人目の買い出せの歌。